はい、プレイしていきたいと思います。サブナティカ、ね、前回なんか変なのは腕に捕まれて何もできなくなっちゃって終わりましたね。で、一応ストーカートゥース1個だけ拾ってくることができましたんで隠しとこうかね。で、多分なんですけど、その前に HP、取って、で多分なんですけどストーカーの卵かどれか分かりましたんで、それをちょっとね増やせばいけるんじゃないかなと思っています。これです。これがストーカーの卵でした。これがね、このストーカー、とにかくこいつをいっぱい育てとけばトゥース落としてくれるんじゃないかなってちょっと希望しています。希望してる、期待しています。よし、これでダブルピタ、なんでストーカーの卵を腐るほど取ってきましょう。本当に腐らしたらダメだけど、腐るほど取ってきてあっちにぶん投げまくって、ダメだったらもうあの中で倒せばいいね。そうしたら多分落としてくれるから。よし、これ食べよう。Vital signs stabilizing。いいね。シグナルね、シグナル拾ったのはいいんですけど、ダブっちゃったんだよね、だいぶ。なんでこれゴミシグナルです。フローティングアイランドとかバラスティングとか。その場所に入れとこ、まあ、こっちでいいかな。アルミナム、で、バッテリーもちょっと、まあ、いいか、微妙だな。ナイフとかさ修理できないのかな。テラフォーマーちっちゃかったら持っていきたいけどな。どうせでかいんだろうね。これもちょっと気になるな。多分これ設置したらなんかいろいろくっついてくるんだろうけど、もしかしたら魚とか集まってくるのかもね。トゥース落ちてない、まだ大きくなってないからな。長距離泳ぐって乗るってことなかったもんね。これマグネタイトだわ。隣でいいじゃんと思う。マグネタイトにして。これなんだろうね。
数持たないと心細いんで持ってきましょう。よし行こうか。前違う、うちの中にまだ隠し財産があったわ。あ、そんなのもあったね、言われてみたら。しかもこれ修理しないとぶつけまくったから、ここですよ、お魚にぶつけまくって。 Welcome aboard, Captain。違う、タイタニウムだった。集めつつ、あいつの歯を探しに。ないか、あいつがいるところに行かないとね。そうしないと卵はあるわけがないからね。あれいないな、ここ。これも違う敵だし。どこだ。フロートのやつも一回使ってみたいよね。ここだね。ここら辺トゥース落ちてねえかな。トゥース今1個しか拾ってねえんだ。あと4つか。遠いな。4つは遠いですね。ないし、いないし。いた。かかってこいや。ドカーン。ドカーン。ちょ、今2回目のドカーンは意味ねえな。いた。かわしたな、こいつ。やりおる。いた。逃がさん。仕留めたか。ほら。どっかーん。どっかーん。よし、まあ分かりやすい場所じゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ふかぷくんとこなんで。よし、こいつもぷくぷくんとこに沈めてやろうぜ。思ったけど、ちょっと待って、修理させて一回。ちょっとお前まあ俺に攻撃してかけようとしてたな。どこ行った。完全見失ったわ。やっちゃった、またやっちゃった。よし、直った。あれ、死体なくなった。あっちの、ほら、合う。おっ、どっちかに当たるだろう。
ら。おい。持っていくぜ。回転しちゃった。おら、あれどこ行っちゃった、あいついなくなっちゃったかな。あら、いた、目の前にいた。仕留めたぜ、仕留めたぜ。どこに連れてこう、こいつ。とりあえずこいつまとめとくか。いや、いいわ、こっちまで連れてこう。ちょっと待って、とりあえず修理しようか。とりあえず修理しようか。で、さっきのとこ見に行ってこようかな。この間にちゃんと2匹まとまってピヨピヨしてるでしょ。どこでしたっけ、さっきの。あそこだ、ここですね。なんだこいつ、こいつからタコって言ってたの。捕まえられねえ。あー、やっぱり歯ないくね。ないくねっておかしいけど、なくね、ないよね。トゥース絶対こっちだったもんね、さっきの場所。ないかもしれないっす。うん、レアドロップかな、倒した時のレアドロップなのかな。そうなのかもしれない。どういうタイミングで前見つけたんだろうね。全然覚えてねえな。単純に落ちてたもんな、地面に。でっかいやつに殺された時に落ちてるとかだったりして、こいつうざいんで、こいつ、こいつ俺嫌い、めっちゃ大嫌い。お前のせいだよ、俺はこの前大変な目にあったんだぞ。うわ、危ねえ。こいつら決め、自分の仲間が死んだのに寄っていく。血が大好きなんだな。あ、卵見っけた、卵見っけた、卵見つけた。そして死体が消えた。そして死体は消えました。死体消えた代わりに卵は出たんで、よしとしよう。これはランダムドロップですね、完全に。これ死体とは関係なさそうです。単純にこの海域のどっかに落ちてるだけっぽいですね。なんでここを徘徊するしか見つける手はないかもしれない。どこ行った、さっきの方。なるほど、じゃあこの海域を徘徊しましょう。そしたらどこかに落ちてるはず。何これ、なんで売れ。バグです、バグ。うーん、それはめんどくさいな。範囲がわからんもんな。範囲がわからん、つらい。よいしょ、こっちもある。そしてついでなんで、あれ、コモンコールっていらないっけ、特に。
何が必要なんだっけ。赤いやつかな。おっ、トゥースありそうじゃない。ないか、ないかな。うーわうーわ、これは豊作です。別の意味で素晴らしい。そしてあーリードか。おおすげえ、インベントリフルってなんだよそれ。まあ、そのままの意味です。インベントリがいっぱい。あれあれ、クォーツどこ行ったよ今の。まあいいや、ゴールドはいらないんだよな。そうカッパ、カッパをくれ俺に。カッパをくれないか。カッパが意外とね不足してるんだ今。いよいよなもんかな。いっぱいあるねまだ。カッパよいしょ。うわ嫌い、落としてくるやつ。嫌い嫌いっていうか嘘だろ、嘘だろとか言いつつここで戦わない、戦わないというかスルー、スルーというかまあいい、やつは来ていないだろう。いいねー、ここでリードじゃない、カッパーが手に入ったのがいいんだよ。 Welcome aboard, Captain. 一回行くか。今回の目的を見失ってはいけない。卵とトゥース本体、卵とトゥース本体。お、ありそうじゃないここ。ここありそうですね、トゥース。どこに落ちててもおかしくない。ないか。そこら辺の地面に転がってないか。スクラップばっかりだわ。違う、ないし、まずあいつがいないところにあるわけがないんだよ。この卵はあるってことはあるんだな。卵はあ、持ち帰れねえや。よし、これ別のやつが生まれたら笑えるけどな。ないかな。ここめっちゃありそうなんだけどな。血出たらめっちゃチューチュー吸われるやつや、こっち。あれ、もしかしてセカンドの近くかな。すごくそんな気がするね。わっ、ナイトタイムか。なんじゃこれ、なんじゃここ、なんじゃここ。ああ、あれか。
あれだ、沈没船だ、沈没船というか、あのオーロラ号、こっちストーカー絶対ありそうじゃない、牙。最初から養殖しとけばよかった。絶対養殖プラントの中にあるんだ。どこだよ、ここ、ここどこだよ、返してよ俺を。ビアン行くぞ、一回いて。ビアンどこで、あった、小さい。あそこの中で養殖してれば多分トゥースもいっぱい落ちてるから。俺じゃねえ。もうちょっと先。そう、これ、これがうちの拠点よ。一応あの隣も高さ2あるんだね。片付けておくか。持てるかな、持てそうだ、何個持ってきた卵、持てそうだね。持てないね。持てる、持てない。これで持てない。水飲んでしまう。よし、牙落としてない、牙落としてないな。こいつら俺を攻撃しに来んのかな。ピックアップストーカーってあるけど、できんのかこいつ。でっけえけど、ちっちゃい、ちっちゃい。もう一匹くらいいるんじゃねえ、でっかいの。いないね、いないね、いないね。そんでもってさ、キノコも養殖できるよっつってたね。もしかしてだけど、これも養殖できたりしてできたらいいな。ダメです、帰りましょう。ここ俺の家だけど、4つ卵あるんで、これが全部生まれたら結構いい感じの量になるんじゃないかな。しかもでかくね。あ、2階までは伸ばしてないんだ、まだ。もう2階まで行けるっていいね。魚多いな。まあいいや、食料だし。
というわけで今回ここら辺で終わりにしましょうか。卵いっぱい回収してきました。で次回はどうしようかな。一回陸地行ってきてもいいかもね。牙が全然見当たらん。これ5個も作るの無理だわ。どれだ、これか。違う、これだ。ストーカートゥースか。まあ1個だけです。いっぱい持ってこないと無理だな。ロッカーが足りないよ多分。よし、こんなもんだね。というわけで今回ここで終わりたいと思います。次回はどうしたものか、ちょっと迷うね。もう陸地行っちゃうか、はたまたもうちょっとトゥース探すか。ちょっと材料積んで陸地行ってみてもいいかな。ね。まあ、次の機会に気分で決めます。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もしてってください。セシカでした。